フィギュアスケートのアリーナ・ザギトワ選手が、カンテレ開局60周年特別番組ザ・アイス、ブラマヨ。のフィギュアオールスター夏祭り、8月4日15時から17時30分まで、に出演し、京都を初めて訪れる。アリーナ・ザギトワ選手イコールカンテレ提供。この番組は、フィギュアスケートの魅力やスケーターたちの素顔を紹介していくもの。浴衣を着て登場したザギトワ選手は、浴衣は初めてで不思議。気に入っています、とご満悦の様子で、サバンナの高橋茂雄も、史上最高に可愛い、とニヤニヤが止まらない。そんな一同がまず訪れたのは縁結びのスポットとしても有名な八坂神社で、手水で身を清め、お参りも初体験。さらに、絵馬にロシア語での願い事とともに、日本語でもメッセージを書くなど、ザギトワは初めての神社を楽しむ。美しい三人の女神が祀られている、美御前社。では、身も心も美しくなると言われている、美容水を顔につけてみる。続いては、京都自慢の、京扇子を見に行き、桐箱の台に立てられ、縦木に扇を投げ、出来上がった形で得点を競う、当選競に挑戦。さらに、人力車にも乗ってみると、少し怖いです。と不安そうな表情を見せながら、乗車。するとたちまち笑顔になり、これにも高橋は、何やっても可愛い、とデレデレだ。そして、大好きだというお寿司に舌鼓。ロシアのものとはちょっと違うと思うので、本物を食べられます、と大興奮で、一日京都を満喫したザギトワ選手は、すごくいいところをたくさん見せてもらいました、と語り、大きにいい、と日本語まで披露する。番組では他にも、高橋大輔、織田信成、宮原智子、坂本香織ら関西のフィギュアスケーターが集結し、フィギュアスケートの魅力や裏話を紹介。今年からアメリカに本拠地を移したホンダマリンのアメリカ生活に密着した模様も放送する。さらに、7月28から29日に丸善インテックアリーナ大阪で行われた、ザギトワ選手やピョンチャン五輪、銀メダリストの宇野昌磨選手らが出演するアイスショー、ザ・アイスの様子も紹介する。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。